やっぱり邪魔しないことが大事だと思っています。まあ、今の派遣制限について、まあ、いろんなことを言われて、私も言うて、こう、教科書通りに就業機会を派遣制限と思っていますけど、おそらくそこは二つ分かれて、常用的な派遣と臨時的な派遣の、こう、境界にいる会社にとっては、まあ、今回の常用一括はかなり有利だと。つまり派遣で働いても常用っていう形の期待収益が高まりますから、そう、常用に慣れていく自分自身のスキルアップするっていうニーズ、インセンティブになりますので、常用に近い人たちは非常にいいだろう。ただ、そもそも常用の可能性が低い、臨時と無業のマージャーに対しては、かなり厳しい、この制度改正になって、チャンスが失われていきますので、まあ、そういった人に対する対応をどう考えていくのかっていうことであります。もう一つは、実はもうこれから様々な、まあ、コーポレーションの問題も非常に個別化してくる中で、今でも個別トラブルってもう非常に大変多発しています。今、労働審判制度ってのが始まりましたけど、もう非常にもう、件数が多くて、もともとパンク状態だと聞いていて、非常にいろんなトラブルがミクロ化する中で、それをサポートする人材ってのは今、圧倒的に足りません。もう一つは、そういうトラブルになればまだいいとして、トラブルが起こった時にどこに相談に行けばいいかってことは、全然まだ認知が広がっていません。非正社員にハローワークを知ってますかって聞くと、かなり大社知ってるんですが、まあ、知らないと言うんですけど、総合労働相談コーナーっていう厚生労働省が作った労働のトラブルのワンストップサービスについては、多分1割満たないぐらいの人しか知らなくて、非常にトラブルが起こった時に、かつては企業の中の人事労務が対応するとか、家族の中でこういろんなサポートするっていうので、今企業にも家族にもトラブルだという相談すべき筋がない。しかし、どこに対応頼めばいいかっていう、そこの認識がないかと非常に増えてるっていうので、まあこの辺が一番今大事なんじゃないかなっていうようなことを思っていたりとか、まあそういう長期的な非正規を増やすためには、安心して長く雇えるような環境を作る。今、非正社員を長く雇いたいんだけれども、もし解雇することになった場合に、正社員と同等ってみなされて、解雇に対して様々なコストがかかるんじゃないかという懸念を持っている企業者側が多分少なくなくあるので、こういうふうな条件であれば、多分トラブルなく雇用契約を解除できるんだっていうふうなルールを、やっぱり特に非正規雇用に先立って、具体的に言えば、労働契約法17条にあるやむを得ない自由に関する社会的な概念の共有が必要だろうと思ってますし、さっき申し上げた非正規雇用でこう解雇の状況になる人たちは、非常に家庭問題っていうのが直結する、つまり生活、生存の問題に直結する人たちが多いので、金融線保障の問題っていうのは、正社員以上に喫緊ではないかなっていうふうに思っています。最後に、今の雇用問題の中で一番大変なのは、非正規の問題全般ではなくて、非常に家庭環境等の不利な環境にあって、無業であったり、つまりニート状態であったり、短期の転職を繰り返さないようになって、正社員化の可能性が非常に低い人たちが非常に苦しいということを考えると、そちらに対する個別的、持続的、包括的支援っていうのをしていかないと、非常に厳しいのではないかなというふうに思います。すみません、大変長い時間になってしまいましたけれども、私の方の報告は以上にさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。10分ばかりそれじゃあ休憩してから。